ジムニーライフスタイル Vlog のゆうすけです。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではジムニーとのライフスタイルを Vlog 形式で発信しています。もともとクロスカブでミニマルなキャンプを1年ぐらい楽しんでいたのですが、ヤフオクでジムニーを購入したので、これからはジムニーと本格的にキャンプを楽しみたいと思います。今回購入したのはこちらのフューエルボトルになります。ランタンのオイルなど燃料を入れるためのボトルです。デザインもかっこよくて気に入っているのですが、どうしても黒いフューエルボトルが欲しくて、こちらを塗装していくことにしました。上の蓋の部分を外して塗装していきます。今回使うのは毎度おなじみの密着ロンとツヤ消しのラッカースプレーです。中側は塗装しなくていいので紙を詰めていきます。まずは密着ロンを拭いていきます。そこにもしっかり拭いていきます。次に艶消しのラッカースプレーを数回に分けて拭いていきます。こんな感じになりました。そこを塗って乾かしたら終了です。どうでしょうか。スタンレーのマグと合わせるとこのようになります。少し傷がついていますが、まあいいでしょう。ワットノットのツールボックスに取り付けてみます。ツールボックスの詳細は右上からチェックできますので、興味がある方はチェックしてみてください。ボトルをカラビナで取り付けます。大きい方も引っ掛けていきます。武骨な組み合わせが個人的にたまりません。せっかくなのでフューエルボトルを使ってみようと思います。オイルランタンに使ってみます。デイツのマットタイプのオイルランタンがかなりお気に入りです。プッシュ式で先端も細くなっているので注ぎやすいです。本物の火の色はやっぱりいいですね。次はアルコールストーブを使ってみましょう。蓋を開けて専用の五徳をセットします。
アルストはエタノール燃料なので青い光がとても美しいです。せっかくなのでお湯を沸かしてチャイを作ろうと思います。紅茶茶葉を 6g 入れます。沸騰させて香りを出します。沸騰したらシナモンを入れます。牛乳を 100ml 入れて沸騰する前が飲み頃です。茶こしを使って注いだら出来上がりです。砂糖や胡椒を入れてみるのもいいかなと思います。美味しくできました。少し面倒くさいですがおすすめです。アルストは片付けも楽ちんで、蓋をこのように閉めるだけです。何度かキャンプに連れて行って塗装の状態はこんな感じです。底の方とカラビナの当たる箇所の塗装が少し剥げてしまっていますね。モールシステムのカバーなので覆っても良さそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。